はい、ご視聴ありがとうございます。山本周五郎作本所みぞれ菓子、その第3回 2-1 本所清水町の菓子。俗にみぞれ菓子と呼ばれている片川町に、木の香も新しい30軒四面ほどの剣術道場がある。源流平方指南西脇五郎左衛門という看板が掲げてあるが、師範五郎左衛門は昨冬死し、現在では大師範横井千之助が教授をしている。松江公が故人を愛していたそうで、今の普請もそのお手元金でできたものだという噂であるし、事実また門人の中には松江藩士が多かった。朝から激しい稽古の行われている道場とは別棟になっている母屋の人まで、亡き五郎左衛門の一人娘松江が客の老人とさっきから静かに対座している。老人は松江公の用人で、わけべ半兵衛といい、五郎左衛門の生前から親しくしている人物であった。嫌いと言うなら仕方がない。半兵衛は娘に言うような口調で、しかし嫌いでないならば考えてもらいたい。横井は源流師範としての腕も確かだし、門人たちの気受けもよい。去年のご不幸の後がこの通り立派に再興したのも、無論五郎左衛門殿の徳ではあろうが、横井の手腕にもよると思う。どうだ、あの男なら西脇の跡目として恥ずかしからぬ人物と思うが、婿に取る気はないか。いろいろとご心配をおかけしまして申し訳ございません。松江は静かに抵当しながら、お話はよくわかりましたけれど、私にとっては一生のことゆえ、しばらく考えさせていただきとうございます。無論五郎左衛門殿の一周忌でも済まぬうちは祝言もなるまい。今日はその元の気持ちを聞いてみたいと思ってきたのだ。よく考えてみて、承知なれば仮の杯をする運びにしたいと思う。いつもご親切にありがとう存じます。そう言って松江は静かに目を上げた。それからあのただいまのお話は、わけべ様お一人のお考えでございましょうか、それとも横井からお願い申したことでございましょうか。この話をするには別に頼まれたわけではないがの。半兵衛は笑いながら膝を上げた。しかし横井がそのもとに心底打ち込んでいるのは事実じゃろう。酒も飲まず悪所がゆもせぬ堅物のあれが、わしの前で顔を赤くしながら、いや、これは口止めをされていることであったよ。半兵衛も猛禄の君じゃ。ではまた折を見て参るとしよう。今一服そちゃう。いや、紅葉の途中じゃ。造作をかけたの。お帰りでございますか。失礼をいたしました。松江は半兵衛を送りに立った。ややしばらくして戻ってきた時は横井千之助が一緒だった。彼は色の白い眉の秀でた美男で、澄んだ瞳には沙莉な光があふれている。着物にも袴にも凝った渋みを見せ、言葉つきにも動作にも寸分の隙がなかった。老人、何か熱心にお話の様子でしたな。千之助は微笑しながら、先生のご在世中からお世話にもなっていますし、また真実この道場のためには本気で心配してくださるのだが、どうも老人の一人合点が多くて迷惑なこともございます。今日は何を話しておられました？あなたはご存知のはずでしょう。拙者の知っていること、というと
すき家を建てるお話ですか？松江は黙って千之助を見た。千之助の目はまぶしそうに庭の方へ外れた。ああ、もう梅もおしまいですね。内門人の相良伝十郎というのが顔色を変えて走ってきた。ご自案内、ちょっと。なんだ？今玄関へ。耳へ口を寄せて何かささやくと、千之助の引いてた眉が険しく寄った。そして二人は足早に去った。松江はそれに目もくれず、黙って庭へ降りていった。すると待っていたように、水屋へ通ずる袖垣の影から、女中のおしげが現れ。お嬢様、とうとうお話が出ましたですね。と、そばへ寄ってきた。お前、聞いていたのかい？様子が変でしたから、きっとそうだろうと思ってここで聞いていました。まさか、お嬢様はご承知遊ばすのではございますまいね。それは、そうだけれど。松江は、梅の枝を見上げながら。お断り申す口実がないのよ。これが超過であったら、嫌いだからで通せるかもしれないけれど、私は西脇源流の家柄を立てなければならぬ体ゆえ、ただ嫌いだからでは断れないわ。わけはございませんですよ。おしげは意気込んだ口調で言った。秋山様のことをおっしゃいまし。亡くなった旦那様のおぼし召しで、この道場を継ぐのは秋山様と決まっていましたものを、何のはばかるところがございましょう。でも、正吾様は5年もお便りがないし、いつお帰りかそれもわからないではないの。ことによるともうこのまま、いえ、そんなことがあるものですか。秋山様はきっとお帰りなさいますわ。お便りがないのも、ご修行1年のせいに相違ございません。あの方に限ってそんな。おしげは急に言葉を切った。道場の方から恐ろしく大声に叫び立てる声が聞こえてきたのだ。気がつくと稽古の竹刀の音も絶え、ひっそりとした中にそのわめき声だけが大きく反響している。その声をしばらく聞いていたと思うと、松江はさっと頬を青くしながら縁側へ上がっていった。2-2。声が高い。奥へ聞こえるぞ。聞こえたって構わん。手を離せ。離すから静まれ、秋山。千之助は相手をあがいじめにした。貴公の頼みは承知した。しかしここで騒いではお嬢さんに聞こえる。こんなところをお見せしてはいけないのだ。おとなしくしてくれ。離せというのに、くそ。泥酔している力でぐいっと身をひねると、千之助の腰に刺していた脇差しの塚に手が触れる。そのままぎらりと引き抜いた。山本周五郎作「本所みぞれ菓子」その第3回 2-2 途中まで。2020年11月17日。